はい、どうもすぐちゃんおじ TV です。今回はムーニングルームアプリ2019やっていきましょう。ということで、こちらですね、クライフ赤になるんですけれども、今回はある男をですね、OMF でちょっと使っていこうかなと思いますよ、と。モンスター級 OMF、爆弾。というのもですね、もうお見えしてますね。FP ルガクと。いうことで、こちらですね、ポジション適正をつけて、まあ、OMF でね、ちょっと使ってみようかなと。で、なんで OMF で使っていくかというと、ルカクというと、キック力がすごい、うん。フィジカルコンタクトもすごいんですけど、やっぱね、前を向いた状態でシュートをぶん回したいなっていうのが。背負った状態ではなくて、前を向いて、やっぱりそのトップに当ててもらって、前向いてシュート打ちたいっていうのが、なるほど。結構あったので、まあ、ウィングとかもちょっとついちゃったんですけど、最終的に最後だったんですけど、ついたのが OMF が。今一度ね、能力値確認すると、やっぱオフェンスセンスと決定力がすごいんですよ、90。結構ドリブルも悪くないですよね。悪くないんですよね。で、スピードは96で、瞬発89と、で、キック力は93ですね。で、今、フィジカルコンタクト90ってね、スタミナが92あるんですよ。なるほど。なんで、OMF で使っても下げることもできるし、まあこう、だからルカクにカーソル当てて、しかもフィジカルコンタクトが強いからね。だからまあ、攻撃するときも守備するときも結構役に立ってくれる。今回のその FP ルカクには、ワンタッチパスが、そう、ワンパついてます。スキル追加でついてるんで、はい、まあそこも活かせる。そうですね、ワンパも活かせます、ね。まあ OMF で、まあ最悪ワンパでこう逃げて、っていう形も取れるんで、はい、結構やれるんじゃないかなと。まあどなんかと、ルカク OMF どうなんだと。まあ普通はあんまり使わないと思うんですけど、うん、まあ、ここはねチャレンジして結構褒め的にもこのなんつうんだろう、このなんか中央に固まってる褒めみたいな感じを取ってるんで、うん、まあそこら辺もどうなるかという感じですか。そうですね、相手はメッシと FP 褒め、いや強力ですよ。下マラドーナ、うん、しかも右にはサロいましたから、かなり火力は相当あるんでね、まあルカクでどうやってねじ込むか、そうまあ向こうも攻撃が強いはずなんで、こっちも攻撃をね、はい、あれ？何急に？急に？危ないですね。うん、まあ大丈夫と。まあ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 。どうしたどうしたと。まあ時間帯とかもあるのかもしれないですけどね、うん。さあここ。そこカウンターですね。ここサラーとまあグリーズマンなんで。うん、やっぱアルベルトロマンが結構ラインがね出ちゃってるんで。よいしょ。これあーと。おー当たっていくよと。まあでもコーナーもね一個ルカクいれば。頭あるんで。チャンスさ、いけるよというところ、ナイス飛び出し。でね、ルカクね、うん、オフェンスセンスがいいんですよ。いいね、それもちろん。動きがすごいいいんですよね。うん、ここもタグリアフィコ。さ、ルカク。ルカク。ルカク右あんの。右で打ってくる。おーっと。ここはまあキーパーにね。まあキック力もあるんで、キーパーやっぱ弾いてみたいなところになってくるんでね。そういうのもね、うん、ありますよ。サミリングサビッチ、ルカクが手上げてる。ルカク走ってるね。ルカクにパスを出す。いいよ。これさすがに勝てね。ちょっと長かったですね。ルカクとクリバリはね、まあものすごいライバル関係みたいな、勝手にね。ここのウィールだと。おお。動きなんですよね。このね、オフェンシブミッドフィルダーで使うと、そのなんつうのかな、その動き出しがいいんですよね。うん、使ってて思うのが、なんかコケとか中盤の選手、サイドバックの選手が生まれた時、うん、結構、ね、動き出しが本当にいいんで、素直に使ってあげるっていうのが良かったりします、ね。なるほど。おーとこは。いやーとここ。うわ。一発で返されていくよと。ここちょっとでもルカクぼーっとしてた感じあったな。うん、そう、まあでも。あれね、マラドーナがいい感じにちょっと裏抜け、うん、抜けてったんで、まあ、ちょっとしょうがないかなというところですけど、さあ、ミリンコビッチ・サビッチ。お互いの効果力がありましたね。ワンタッチでハタック、もう一回ルカクもらう、ルカク、ちょっと加速、うん、サラーから、ルカク、マジか手上げて。いや、まあ、パワーだなぁ。うん、で、ワンタッチパスがあるんで、ああやってその、ガーッとルカク自身がね、うん、壁当てみたいにしてって、ゴール前に顔出せっていうことも、もちろんできますね。そうだね。さあ、ここ。前向いてる、打てるぞー。そうだろ。右でも打ってくぞー。まあ、あれはでも、まあ、あんまり、まあ、やっぱ一本大切にした方が、今の感じはいいのかなっていう。まあ、でももう終了間際だし。まあ、そうだね。あとね、結構中途半端なあそこで取られるんだったら打っちゃってコーナーとかにした方がいい感じするね、うん、今のアプリの中ね守備が結構難しくなってるんで、うん、打ち切った方が良かったりもするんですよ ね、 ここね結構なんか変な感じでカーソル当たっちゃってるからね、当たっちゃうからさ、やっぱりね。さあここさあグリーズマン深く細かい動きから、いや素晴らしい、右足ドリブルが結構数値高いから87あるんですよ。何気細かいドリブルできます ね、 ますね、結構ね、普通に細かい動きもできますし、ダイナミックの動きもできるんで、うん、このね、体が強いんで、本当に
ちゃんとここで中継役になって、うん、ワンパワンパを出してくワンパ入ってる。さあ来たぞルカク。おお、ここルカク、もう一回テール、さあコーケー、さあここルカク、おーい、おーい、おっとこれ挟まれていく、バランスとテーラに、わわわわまだ行きますセト、すごいな、ここでバランに、さすがにね、1回おー、ナイス、挟まれてるんですよ、うん、縦に行く力の、いや、こういう、ここまだビエラ、ビエラ、よいしょと、いや、すごい、スピードで勝っていく、行くよ、まだ行く、いや、ビエラに、まだ行く、負けねえよ、まだ行く、マジかよ、よいしょと、どこにどこに今暴れておりますね、よいしょと、すごいな、シュートまで打っていくよ、初めてサッカーしたんかみたいな感じでチームプレーとか知らないのみたいな、すごいでしょ体の強さが、まあ失わないんで、おい、ダイビングヘッドルカク、何でもルカク、惜しい何でもルカクつけりゃいいと思ってるな、ヘディングもね飛んでくるからね、本当に、いやもうすごいねあれ、わんぱくさ加減が、よいよしょ、なに今のすごい速いなあれ何だったんだろうね、勝利サッカーみたいな、もう早いね、来たーみたいな、入ったと思ったから、ね、入った、はいみたいなあれやばいよね、笑っちゃった俺も、な、何今のあれ何なんだろうね、相当の速さだったね今、入ったからうぜってあれ何なんだよ本当に、そういう感じで切ったのかな、まあ多分そうなんでしょう、来たみたいなねまあまあまあというところでね、うん、2戦目でちょっと1戦目もあれだったんで2戦目見ていきましょう、ね、でもルカクのやっぱ強さはね、うん、1戦目際立ったと思うんで、うん、体の強さたまにでもディフェンスの時ボーっとしてんね、もうそうまあそたまにポカーンとしてるわさあさあルカクが走り出して、ルカクがこう走り出すことによって奥がね、なるほどね、開くんですよここのサラー、こういう受けもできるんですよね、あのオフェンシブで、まあ、あまりにもやっぱルカクに注目しちゃうからね、そうそう、あそこさルカクやっぱり抜けてくれるから、うん、止まるオフェンシブもいるんだよね、まあそうだね、止まって受けようとする、 OMF にやったら全然抜け出さない、 OMF も感じもいるよ、あれ抜けてくれることによってサラーが今晩の2列目とかじゃないの、ラインブレーカーなんだけどね、ボックスストライカーです、まあ OMF でも2列目とか入ってれば多分抜けてくれるんだろうけど、ボックスストライカールカク、ルカクナイスパス、素晴らしい、こういうね、あの味方をね、あのこういうアシストもできるよね、パスも全然まあ悪くはないですね、悪くないですね、もうワンパってついてるんで、うん、まあそういうところもあるんです、ただ今のは普通のパスなんでね、うん、まあそういうところにできていくよというところ、サラちゃん、おっとこれサラちゃん、サラちゃん、これがダメなんだ、これがサラちゃん、いよ危ない、これがね、あかんのよね、あそこでカーソル合わせるとブリーンされちゃうから、おっとサラーからルカク、あー来たよ、走ってく、いやすごいね、よいしょ、いやタフガイって感じだよね、すごいね、やっぱスタミナがあるの怖いね、92秒、うん、早っ、早いですね、まあでも結構早い時間帯に試合決まっちゃいましたみたいな感じですね、じゃあラストね、もう一回行きましょうよと、うん、いうことで全部結構緑調子いいですね、あさあ相手の方メッシ、ディバラ、これはコスト的にもシメオネかなっていう感じしますけどね、かなりも FP 増し増し、そう FP 増し、俺この CB めっちゃ持ってんだけど、なんあの CB、 いやなんかね、キックしてる、いやシュートしてるみたいなセンターバックなんだけど、あオンスセンターバック結構ね俺も持ってますよ、ね、サブアカで俺見てなかった、うん、あれいるんですよね、さあということで FP 増し増しスカットですね、さあここねスターリングとか、うん、結構442なんで、うん、それなりに守備とかも硬いですし、でもシミオネっぽいんだよね、そうだね、これかなりねこっちは中にギュッと寄ってるんで、中にギュッタイプ対マスドにちょっと、まあ、ワイドに、うん、広く感じですね、さあリブですルカクワンパー落とす、走ってく、あここ空いてるぞ、空いてるよいしょ決定力あるな、決定力あるんだよね、本当にそのオフェンスエンスと決定力が94-94なんですよ、うん、FP の場面もそうなんだけど、やっぱねオフェンスエンスがいい、めちゃくちゃそうですね、すっごいいいところに行く、あのまあ今のワンツーも入ってるんで、まあ、結構ねあの走っていくみたいなのあるんですけど、うん、ただ、ね、動き出しいいんですよ、やっぱシメオネとの対戦は結構固めの、そうですね、感じになりますね、まあ、あのやっぱりそれなりにね、シネオネもあのコンパクトですよね、うん、とかもいいし、ディフェンスラインとかも、あまあ、ただ、やっぱああやって1個抜け出せると、そうさあ、ここ、高い位置で取った、さあ、ここ、サビッチ、いきます、サビッチ、一回ルカクに落とす、ワンパーで入れて、グリーズマン、サラ、これさめっちゃあるあるじゃない、これ、うん、
さあ、ここルーベン・ディアス、ルカク、ここで当てる、ルカク、ルカク、あーマジで、ルカク、うわマジで、うそ、左だよ、おい右左で持ってんのにね、右足で今度は振り抜いていくよと、ボール取れないっていう、まあ、本当にさらしてるからボール取れるかなと思ったと思うんだけどね、まあ、手で押さえて、もうやっぱ早いんで、早いし体強いっていうのがあるんだろうな、とりあえずね、もう本当に早いんで、だって前向いちゃうと、まあ、止まらないかなと、ここルカク当てて、こぼれてきた、おお、すごい反応、反応、まただ、まだ同じような感じだ、キュッと切り替えて、あーと、ルカク、ルカク、嘘だろと、ルカク、マジか。これがね、OM フルカクですね。なんかもう、サッカー界で出会ってしまった怪物にな。そう、これね、ちょっと強いね。まあ、ウィリザートな、ほんと、こんなもう。ほんもう、止まらんよ、ほんとに。ほんと止まらんから。ルカク使ってる時は一番楽しいかもしれんね。そう。FP ルカク、ほんとにやばいね。さあ、ここ。もう、打っちゃおうかな、ね、もう。嘘だろ。打っちゃえばしょうか、みたいなね。いやもう萎えるな今のは多分もうパワーショットってことでね、要は見当たんなかったから、もうとりあえず打っとこうかなみたいな、押し込んだよねところですよね。まあといった感じで最後ね、4-0なんですけど、まあここで相手の方が切断されたと、怒りの切断って感じですね、うん、3試合通してみたら全部切断されたといった感じなんですが、まあ今回ね、まあ最初ネタ的な感じでね、 OM フルカップ、うん、まあ、使ってきたんです。これ結構ガチで強い普通に。そうですね。結構おすすめかなっていう。うん、まあでも、なんだろう、OMF 結構いろんな選手使ってて、まあ良さあるんですけど、うん、楽しさかな。楽しさがやっぱ結構あるし、うん、FP で、なんかフォワード2トップとか、めっちゃ調子いい選手他にもいた時に、はい、ルカクも調子いいなってなった時に、どこ使おうってなった時に、OMF のこういう感じ、うん、しても全然面白いのかなって感じしますね。ストーショー、さらっぽー。